町野武氏は11月16日から1968年1月10日は日本の陸軍軍人、政治家、長作人の顧問を務め、最終階級は陸軍大佐、衆議院議員、戦後再建された大日本部特会会長、旧藍津藩氏、町野モンドの次男として現在の藍津若松市に生まれる。町野は父から武士の指定としての教育を受けた。 松平片森の六男、松平恒夫は少年時代の遊び友達である。山川博士の所生として上京し、成城学校を経て陸軍士官学校に進む。1898年卒業。不評注意として日露戦争を迎え、旅順後為戦に参加。不評第十五連隊から一歩中隊を率いて、白出す機隊に加わり負傷している。 戦後も中国に泊まり侵害革命では、蝶作林を支援し、満州独立工作を行ったが失敗している。大隊長等を務めた後、法天特軍顧問となる。再びバリを支援し、日本の満州進出に努めた。予備役編入後も顧問を続け、蝶は次第に満州での地位を固めていった。各省令が蝶に対し反乱を起こした際は、 事態の収集に努めている。満蒙モ鉄道覚書の締結に際しては、田中義和の依頼により針との間で、下交渉を行った。後川本大作らは、北京から帰還する町の列車を爆破し殺害したが、その際マジノは同乗するも爆破前に、中途で下車している。マ野ノが、事前に情報を得ていたかは不明である。 1924年5月に行われた第15回衆議院議員総選挙で、福島県第2区から当選し、衆議院議員を一気務めた。満州問題に関心を失うことはなく、満州事変直前に、第2次、若月内閣の閣僚であった、えぎつばさに警告を発している。また陸軍が次第に政治に介入する状況を憂い、内大臣、 ユアサクラ兵に面会し対策が必要であることを述べている。これに対しユアサは危険を顧みず通列な陸軍批判を行い、町野はユアサの人物に打たれ涙した。町野はこの絵ミマロを中心とした木曜会に参加しており、対英米非戦派であった。なお町野は国会図書館が行った政治眼話録音の一人目の談話提供者である。 藍津松平家家臣である町の家は、鎌倉幕府の門中諸出寺、三好康信に発し、室町幕府の表情集を経て、甲州日野の町の郷の荘園を領地として存続し、室町時代末期に至り六角市佐々木家に仕えた、町の備前神平春を、中高の祖としている。平春より三代目、秀永の次男、町野茂げは、ガム・宇ジサの重心で二万八千国を判だ。 白川城主であり、宇治里木などにその名が見える。その子、町の幸和は、旗本となり、徳川家光の側室、自称院の養父となった。重直の子孫は、幕臣として存続したが数代で断絶した。これは俗軍書類集完成会の、段下不巻の十九、町野氏の孔に明らかである。前室の秀長の長男、岩見守秀俊が、町野家を存続させ、 寛営十三年、秀俊から三代目、伊沢門茂成の代に、星名正幸に召し抱えられ、幕末には三百国をはんでいた。武馬の父町の門戸茂康は、不春から十四代目、武馬は十五代目の当主である。名古山が祖公は、加茂時代の町の家庭内で出生した。町野は、教頭の育成に熱意があり、地匠会理事を務め、若松の自宅を開放していた。 なお、陸史同期の西吉和も同会の会員である。町野武士だか大意と表記されているが、後年の不評第15連帯史では、刑負傷者として町野武士は大意が掲載されている。ありがとうございます。